ちゅるり。買い出しご苦労。君の帰りを待っていたところだ。見ての通り依頼人がやって。こんにちは。こんにちは。ん？ジュルリ？君は何を言っている？こちらは依頼人の上白優子。それでは上白優子さん、今回はどのような調査をご依頼？はい、私の父について。上白悟さん、上白エンタープライズの前社長ですね。はい。昨年お亡くなりになった。自殺だったと報道されていましたが。違います。違うんです。お父さんは自殺なんかしない。すみません、大きな声を。いえ、構いませんよ。それで、なぜ自殺ではないと？確証はありません。だからこそ調査を依頼した。なるほど、ごもっとも。手がかりはおそらく先日調査していただいた山科誠。彼は昨年まで上白の研究員でした。父の死と時を同じくして退社し、そのまま行方をくらましてしまった。それで山科が父親の死に関係して。はい、直接関係はないとしても父の死についてきっと何かを知っていると。我々に山科誠のことを調査させたのは今回の件を依頼するためですね。あなたは我々を試した。再び依頼に来たということは無事試験に合格したわけだ。すみません、信用できない人が周囲にたくさんいるような気がつまらない小細工を。その失礼しました。いや、素直に答えていただけたということは、お父上の調査。ありがとうございます。ちょっとすみません。もしもし。はい、いえ特に問題は。はいはい。わかりました。すぐに戻りますから。リエさんは本社で待っていてください。すみません、急用ができました。そのようですね。調査は休んじて我々にお任せを。よろしくお願いします。では。これはかなり大掛かりな調査になりそうだ。本腰を入れて当たらねばな。うまくすれば上白の過去や内部事情も暴くことができるだろう。又吉刑事にもご足労を願うとしようか。では調査を進めよう。私は再度山科誠の情報を洗い直してみる。その間君はもう一度山科誠の自宅を訪ねてみてくれ。新しい事実が出てくるかはわからないが、ま、ダメ元だよ。ダメ元。いや、すまない。大したことではないよ。ダメ元。父がよく使って。ご存知の通り、ダメで元々が略された言葉なのだが、ダメでも友と。これを略した場合、ダメ友になるのではと疑問。なかなかどうして。
粋な趣のあるそう深く考えるものでもない。それこそ無粋というものだ。さて、無駄話はこれまで。調査を開始してくれたまえ。
おう、助手君、探偵家業にはもう慣れたか？なんだその顔は。俺がここにいちゃいけねえみてえな顔だな。わけは京ちゃんが話してくれるぜ。実は妙なことに当時のナイルコープの調査資料が見つかった。それで当事者ご本人にご足労を願ったというわけだ。見つからなくて当然だ。調査資料の一切合切を上城が保管しているんだから。上城が？京ちゃんを前にこんなこと言うのは情けねえんだが、俺たちはそうするしかなかったんだ。あの疑惑ですね。ああ、当時上城がナイルコープを不正買収した疑惑が持ち上がった。俺と京ちゃんの親父さんとで調査を進めていたんだが。問題とは？上から圧力がかかってきやがったんだ。おかげで俺たちは調査を断念せざるを得なくなっちまった。その時お咎めなしの条件として調査資料の全てを上城側に渡すことになったのさ。上城が手を回した。自ら黒と言明しているようなものですね。それも暗黙の了解だったわけだ。闇の深さを思い知った俺たちはあえて騒がず資料の保管先の追跡に専念した。小林さんが亡くなった後も追跡は続けている。今資料は上城のメインサーバー、アバロンサーバーの奥深くに保管されているよ。おそらく上城の社員たちが機密情報データベースと呼んでいる電脳空間だ。まあ追跡といってもデータの所在をこの目で確認しているわけじゃない。あくまで周辺操作で得た情報からの推測。つまり十分なお墨付きですよ。ではそろそろ預けていたものを返してもらうとしましょう。いや、しかしだな京ちゃん、相手はあの上城だぞ。世界にその名を轟かす大企業の厳重なセキュリティを。ここは慶明苦闘の故事に習いましょう。閉ざされた門は強行突破ではなく策略を持って相手に。おいおい、そんなことが可能なの？不可能を可能にしてこそ探偵による道。なに、こちらには慶明鶏の鳴き声を真似る名人がいます。上城への侵入にはその人物の力を借りましょう。うん、ちょうど時間だ。失礼します。今回も時間通りの来訪ですね。依頼人の上城優子さん。あの、調査に進展は？上城優子？ひょっとして上城前社長の？そうか、上城の親族なら誰にも怪しまれず本社内へ。誰ですか？お嬢ちゃん、頼む。そういうことでしたか。どうかな、ぜひ調査に協力してもらいたいのだが。それは構いません。私もあの疑惑についての真相。おお。ですが私は未成年という理由で社内での権限が大幅に制限され、私にできるのはおそらく本社ロビーに招き入れることくらいです。そうですね、学校の友人を見学に招待するという名目でなら本社ロビーまでは怪しまれずに連れて行けると思います。まあ俺や京ちゃんじゃ友人ってのは難しいだろうな。下手すりゃ面も割れてるかもしれねえ。助手一人送り込めれば上々だ。よろしく頼む。しかしそこからどうやって機密情報データベースへ。この人が仮にウィザード級のハッカーだったとしても、そういうことだ上城優子さん。そこは電脳探偵の領分。わかりました。では手配します。で実際どうすんだ京ちゃん。
侵入方法ですか？それについては、とある依頼でちょっとしたプログラムを入手、知人の手を借りて助手専用にカスタマイズして使おうと思う。では早速準備に取り掛かろう。助手くん、まずは三神楽ミレイの元へ向かってくれたの。先方に話を通しておく。司祭確認はそちらで頼む。もう遅い、待ちくたびれちゃったよ。あんまり遅いからウルトラスーパー心配しちゃった。別にあんたの心配してたんじゃないんだからね。勘違いしないでよね。一応友人のふりをしていただかないとそれらしく見えるよ。ひょっとしてどこか変です。ちゃんとできてますよね、友人のふり。いわゆる学友って一般的にこんな感じですよね。え、それは妙ですね。友人に関する参考資料を。え、いつも通りでおっしゃる意味がよくわかります。そんなこと言ったら私とあなたがすでに友人みたいじゃないですか。あ、なるほど。今のがかの有名な。やりますね。白紙すぎて私、形ばかりの乗りツッコミを忘れてしまった。と言いますか、あなたもちゃんと勉強してきたんですね。少し見直しました。とにかくようこそ神城へ。さ、ロビーを見学するふりをしましょう。案内するふりをしますから。え、ここから別行動？でも本当にどうやって侵入す？え？消えた？アバターのアカウント情報も。おや、友好お嬢様、お友達はどちら？え、
お友達はかくれんぼをしてます。え、かく、そうです。何か問題が？いえ問題と言いますか、かくれんぼには適した環境でしょ。ここ広いですから。ああ。ちなみに私が鬼です。そうですか。はい、必ずその息です。それでは健闘をお祈りしてます。よろしくと。かアカウントをシールするプログラムです。しかもデジモンプログラムによるハッキングスキル、完全に違法ですよそれ。でもあなたや京子さんの言う領分は確かなもの。用が済んだらここで合流して外へ出ましょう。あまり長く時間をかけないでください。かくれんぼでごまかすのはさすがに限界がある。では後ほど。見たな。
行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。守備はどうかな。通信先が消失しているところを見ると助手は作戦行動中のようだが。はい、騒ぎにもなっていませんし今のところ順調かと。うん、なかなか手際がいい。ええ、私も少し、あの人がここまでデジモンプログラムを使いこなしているなんて。いや、君のことだよ、上白優子さん。え？社内見学の手配といい、所持への対応が正確で素早い。よほど手慣れているように見える。そう言われても、私は私です。他の何者でもありません。うん、まだ何か。ああ、これは。え、あ、今のは。まずい事態になりそうだ。どうやら会話が盗聴されているらしい。おそらく現実世界の君のデジバイスに盗聴プログラムが仕掛け。もう少し早く気づくべきだったが、特殊な周波数帯を使って。相手は盗聴。不本意ではあるが、ここは早々に引かせてもらおう。勇気ある撤退というやつだ。急がば回れ。この種の作戦は地道に、焦らずが基本。でもまだあの人がな。作戦の中止を伝えることは難しそうだな。何、私の助手だ。自分で何とかするはずさ。そんな他人の心配をしている場合じゃない。君もここは引き下がりたまえ。あ、私は助手の透明人間化の効果。脱出時足跡を消すなりごまかすなりのことなら外からも可能。とにかくこれ以上の会話は危険だ。あいつも人使いあれよな。おい、やめとけって。ちっ、つうか意味あんのかよ。だよな、天下の上白様のセキュリティがそう簡単に抜けられるわけ。ビビりすぎだっつう話。
めんどくせえ。やめろっつってんだろ。ここは。そうそう。で、で、でね、どっから湧いて出た。なんだよこいつ。もうここ天下の神城様だぜ。つうかこいつどうするって、そりゃ始末するしかねえじゃん。お前たちここで。ユーゴ、なんだってユーゴがそんなとこに。知るかよお前たち。神城の社員 ID を偽装しているのか。神城の人間が呼び込んだ。誰だ。さあねえ、答える義務と。ねえザクソンの誇りを。ジャリース、皆さんお揃いで。どうもお疲れ様です。ユーゴさん、こんなところで会うなんて奇遇ですね。奇遇すぎて逆にロックで。あ、伝わるこのフィーリング。お前まで。さあどういうことかな。どういうつーかホワイ、あんたはどうしてここにいる。つーかあれはいいわけ。ふげる、だんまりですか。そうですか、まあそうですよね。言えるわけないよね、ゆうごちゃん。オーケー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 。そんなことよりですよ、こないだはずいぶんお世話になったっけな。あん時のお礼にさ、コテンパンに乗してやっからさ、お前らおとなしく俺っちのデク人形に。オーケー、ヒャッハ
続けていこう。何これ、え、このデジモン弱ロックじゃねえな。ワッツーかワッツ、今日はなんだか喉の調子が悪いみたぞですし、伝わる、このバッドフィーリング。イエスオフコース。じゃ、そういうことで。君も早く逃げろ。周辺エリアのセキュリティは僕が解除してある。繋がったな。作戦は中止だ。ほう、調査資料を見つけたか。我々の作戦は敵に筒抜けだった。どのような妨害があるか分かる。くれぐれも用心しなさい。
敵も去るものだな。盗聴を仕掛けた人物に心当たりは？まあいいさ、欲しかったデータは手に入った。結果オーライというやつだな。さて、その資料の中には神城による違法な企業ナイルコープの件もしっかり記載されていますね。あった。そうそう、確かこの男がナイルコープの主任研究員だった。職人かたぎで研究一筋って感じの。それが今では職を変え、かつて自分のいた会社を買収した神城の名前すら知らないと主張している。ん？どうした京ちゃん。うん、これは興味深い。ナイルコープには山科誠の他にもう一人主任研究員がいたようだ。スエドン明美。そういえばそんな奴がいた気がするな。人間嫌いで人前に姿を現さなかったからほとんど印象がない。しかしこいつは何者なんだ。私も詳しく知っているわけでは。スエドン明美はエデンネットワークの基礎を築いた人物の一人。エデンを？こいつが？スエドンが主に研究していたのは精神のデータ化、エデンの仮想現実サービスの根幹をなすアバターシステムはほとんど彼の独力で実現したようなものだそうです。しかしまさかナイルコープに身を置いていたなんて。うん、なあ京ちゃん、この件一旦俺に預けてくれないか。ずっと心残りだったんだ。もう一度俺たちのやり方で。本職の刑事さんがそう言うのなら。すまんな、この資料借り。存分にどうぞ。うん、じゃあまたな。というわけだ。本職の刑事さんの手でちょっと構わないかな。無論。では失礼します。ふん、それぞれに引きこもごも、思うところありといった様相だな。君もご苦労だった。今回の調査は探偵家業の中でも刺激的な部類。一休みしたまえ。うん、いい心意気だと言いたいところだが、休めるうちに休んでおくのも仕事のうち。それこそ事件は待ってくれない。休みたくても休めない状況に陥る可能性は常にある。だから隙間があれば休息を取る。特進がいかないか。よほど元気があり余っているよ。よろしいならば仕事を与えよう。君にしかできない。初歩的な推理だ。しかし実験台とは心外だな。私としては。では今回は君の好みに合わせる。そうだな、まずはイクラとウニ、どちらがいい？ちなみに私のおすすめは両方。あとおでんを添えてみようと思うのだが、具の選定については君に一任するよ。さあ何がいい？ちくわかはんぺん。この際全部持ってみるのはどうだ。